ここに参上。挑戦状は受け取ってください。なんだか不思議な気分です。こうして人と一緒に日の出を見るのは初めてで。レイサちゃんには幸せになってほしい。ブルアカ、ハージもあるよ。ということで今回は宇沢レイサさんを紹介していきます。視聴者は兄貴たちはレイサちゃんをゲットできたかな。公式の4コマ派定定ので今すぐチェックだ。待って、ダメ、しんどい。さて、まずはレイサさんのプロフィール紹介です。年齢は15歳、誕生日が5月31日、身長は153センチ、トリニティ総合学園1年生、部活はトリニティ自警団に所属しています。趣味は決闘申し込み、自己紹介、 CV は根本みやりさんが担当しています。公式の紹介文ではトリニティのあちこちに出没し治安の維持活動をしているトリニティ総合学園所属自警団のメンバー。掴みどころのないことを言うためいたずら通報だと思われる時もあるが、誰より真剣に自警団活動をしているのだとか、名乗り上げる工場が毎回少しずつ変わる模様と紹介されています。ガチャタイトル、カズサちゃんは甘い夢の中で、レイサちゃんは甘い夢の外でと、いろいろ考察できるの好き。スイーツ部に無理やりレイサちゃん混ぜたら売れたわ。やれ、夏。いや、なんだったら僕も混ぜてくれていい。ちなみに公式のアロナちゃんによる生徒紹介では、トリニティの治安維持に励む自警団のメンバー、レイサさん。自警団活動に対する姿勢は誰よりも真剣。ただ、名乗り上げる工場は、毎回どこか変化する模様、と紹介されてます。レイサちゃんの華麗なステップは必見だぞ。当たらなければどうということはない。さて、お次はボイスを聞いてみよう。先生には、その…情けないところを多くお見せした気もしますが、大丈夫ですよね。情けない多くの姿。先生さえよろしければ、その…先生の護衛をもっとしたいです。先生ガチ勢の生徒 vs 宇沢 vs ダークライ。私が今ここにいるのは全部先生のおかげです。幸せにしてあげたい。これまで通り、いえ、これからもよろしくお願いいたします。悠々白書の OP みたいによろしくお願いしますってよ。おお、宴の始まりだ。はい、宇沢レイサ待機中です。待機中でもうるさそう。どうかしましたか？いつでもお声掛けください。声をかけて。声を。事件ですか？どこですか？誰のことですか？お前じゃい。じっとしているのが一番難しいです。この顔好き。パトロール中に集めたものです。先生もご覧になりますか？合流の時間だ。オラん？何かお探しですか？それはここにはないものでしょうか？金、スイーツ、ユリ。必要なものがありましたら何なりとすぐにお持ちしますので。カズレイ一丁。はい、こちらです。どうぞ。かわいい。お探しのものはそちらでしたか。素材うまじ。おお、なるほどなるほど。なるほど、わからん。うん、それもいいですね。む、先生の登場ですね。それでは今日は何をしましょうか？俺、参上。お呼びですか、先生？なんでもお申し付けください。今、アリス、知ってます。はあ、もしかして声、大きかったですか？響いちゃったかも、すいません。クソデカ音量だわ。はあ、不思議です。ここに来るとちょっとだけ力が抜けるというか。こちらも抜かねば。武作法というもの。お使いでも行ってきましょうか。そのじっと立ってるとなんだか落ち着かなくて。メロンパン買ってこいや。
この先何があってもご安心ください。先生のそばには私宇沢レイサがついておりますから。よい歌、それでこそ男や。消えそうなヒロイン感あるメモロディ、なんだか不思議な気分です。こうして人と一緒に日の出を見るのは初めてで。宇沢、お前消えるのか。さて、お次はつかみモーションを見てみよう。ついに私の出番ですね。おめえの出番だ。ごはん、宇沢レイサにお任せください。命のポーズ。先生、何？そりゃ何よ。ん？私？セクシーナッツ。ひえひえひえ。よし、私の力が必要でしたらどこにいても。さて、お次はレイサさんの戦闘スキルを見てみましょう。恐れることなく前へ。とりゃレイサさんの戦闘スキルは公式のアロナちゃんによるスキル紹介にてみんなのスーパースターかっこはてなの、うん、レイサさん不良生徒さん相手に挑戦状を叩きつけるがごとく扇形範囲内の敵に攻撃力分のダメージを与えるほか、自身の絶対状態を一つ解除できるおまけ付きの EX スキルを使用しますと紹介されています。広範囲攻撃、絶対解除、防御力減少、蒸発、自己回復、持ちタンクと何でもこなせるぞ。皆さんお疲れ様でした。ふう、楽勝でしたね。敗北を知りたい。さて、最後にレイサちゃんのメモロディを見てみよう。ここがちの美少女。なんだか不思議な気分です。こうして人と一緒に日の出を見るのは初めてで。誰かと見る日の出、最後に見たのはいつだっけ。そういえば誰かと二人っきりで過ごした時間も、もしかするとこれが最長かも。夜勤明けの清々しさは格別。うん、また変なことを言ってしまった気がします。実はまだ少し眠くて、自分でも何を言っているのかよく。大胆な発言は女の子の特権で、でも先生は何でも分かってくださるから。今回もいつもみたいに分かってくださいね。先生分からせ。いいですね先生、ありがとうございます。言えたじゃねえか。レイサちゃんには幸せになってほしい。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、レイサちゃんで溶かしたガチャ石、水着ガチャを耐えきれるかな。あと今回のサムネは溶けたココアさんにお借りしました。ありがとナス。ではサラダバー、動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。